るサイバーラインスタジオに来ています。春っていうんですけど、春の体験ができるそうなので体験していきたいと思います。おー、一回伸ばしましょう。はい、ぐーっと曲げて。はい、で伸ばして。はい、伸ばして。はい、伸ばして。はい、曲げて。伸ばして。まこさんに足がうまく動かない状態の人の足につけて、デミさえ取れれば、それを春がうまく読み取ってくれて、歩行の練習が自分の意思でできる。これがね、春の最大の特徴なんですね。例えば、外から動かせる装置であれば、それをつければ誰でも基本的には動けると思うんです。で、そうではなくって、やっぱり自分の意思で動かすっていうことが、こう機能改善を促していくためには、とっても大事なことなので、春はそれを実現して、自分で動かすというところを、この春を使って、学んでいただいて、春を外しても動けるようになってほしい。ね、そういう思いで、この春が開発されている、そういうことで、実際に今日は、この下肢タイプだったり腰につけてやるタイプというのをいくつか装着して体験していただいて、こんな感じでできるようになれるといいなみたいなイメージを、まこさんに、ね、持っていただければというふうに思っています。普段も体験会でできるんですよ、普段も、団体とかで見学ツアーもやってますし、はい、それから、こういった感じの体験をしたいという方であれば、ホームページからお申し込みいただければ、どなたでも体験できます。ちなみに1回の値段は違う、はい、だいたいこの本部装着体験、例えば下肢タイプをもう全部取り付けて、装着の体験をしたいってなると、お一人様1回、だいたい時間が1時間ぐらいで1万5000円ですね。で、腰タイプだと1時間くらいで、まあ、2人で1万円、2人まで1万円ですね。2人で来て、はい、まあ、5000円ずつって感じですね。今日さっき紹介したみたいに春の紹介をして、で実際につけてこう重たいものを持ったりしてもらって、ああ軽くなるねみたいな、腰が楽だねみたいなのを体験していただく、そういった装着体験もできる。腰だったら別に車椅子とか、まあ、私みたいな話し前の人とか、はい、まあ、日帰り人じゃなくても、はい、さっきみたいに介護用とか、そうそうそう、仕事用があるから、はい、一般の人でも重いものが軽くなるのか、はい、負担が軽減されるのかという体験ができるってことですね。そうですね、はい。それでは下肢タイプの体験をしていきます。つられた状態から装着していきます。装着が終わったら、まずは足を振り出すようにして、どれだけ電位が拾えてるかというのをチェックしたりします。そう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 。はい、戻します。はい、もう一回いきます。せーの。それでは、いよいよ歩いてみます。切り替えのモードが変わらないので、最初ぎこちない歩きではありますが、このようにもう全く歩けない私のはずが、電位を拾ってロボットがアシストしてくれて足が出ているのが分かると思います。
フレームネイル。いや。OK、を戻します。はい。右足。やっている感覚としてもロボットから動かされているというわけではなく、私が足を出そうという時と同時に動いているので、自分で歩いている感覚に非常に近いと思います。せーの今のぬわーっていうのはどんな感じですか？難しい、でしょうね。難しいよ。そうだね、超歌詞の癖が。いや、しょうがない。うん、じゃあ今せーので、あ、上げる。そう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 。あ、でもここは黄色がね、ぐさってきてるじゃないですか。はい、頑張ってます。聴覚装具で歩いていた歩き方に慣れてしまい、股関節から足を曲げるという意識を忘れてしまっていて、とても苦労しているのがこの映像です。はい、こちらは春の単関節を使ったプログラムです。肘の曲げ伸ばしですね、上肢の、プログラムをこちらで、行っています。正面にモニターがあって、自分の生体電位信号の様子を自分で確認しながらプログラムを実施できます。このようにカウントなんかも機械が一緒に数えてくれるので、とてもやりやすいプログラムになってますね。こう簡易的なプログラムをどんどん開発して、家とかね、在宅とかでこういうプログラムがねできるような方向で今進められています。こちらは先ほど肘につけていた同じの単関節タイプですが、今度は足首につけて行っています。先ほどの方もそうですが、つくばのこのスタジオではお年寄りの方々がプログラムに励む姿を多く見ました。その方々が口々に言っていたのは、年を取ったとしてもやはり自分が目指す体に少しでも近づけたいので、やれることは何でもやっていきたいという言葉でした。私はその言葉を聞いて、本当に自分も負けてられないというか、もっと自分の体のために何ができるかを考えていこうと思いました。では今日はこんな感じで、サイバーダインさんの方からスタジオとか、まあ、こういう春を紹介してほしいということで、体験してみました。こういう、まあ、商業施設の中にまずこういうスタジオがあって、まあ、春とか、あとそうだ、ね、その介護とかいろんなことの情報について気軽に触れれるっていうこと自体がまずすごい驚きで、めちゃくちゃ多分ここに来る人たちは春っていうものが身近なんだなっていうのをすごい感じたし、ここの施設が本当にバリアフリーとか、うん、駐車場とかもそうだけど、あと駅の前に車椅子マークの公衆電話があったのとかも私初めて見て、なんかやっぱそういう、会社があるからって言い方はおかしいけど、まあ、そういう研究場所とかそういうの取り組みをしてる場所が近くにあるからみんな身近なんだなっていうのをちょっと改めて、感じました。で、まあ、春を体験してみて、腰張るが結構衝撃的ですごいねもう立てたからめっちゃびっくりしたし、また自分のやっぱり波形、筋肉の波形とか、まあ、目では見えない部分をやっぱ見れるっていうことも、歩ける歩けない関係なくやっぱ、あ、通ってるとか、あ、動いてるっていうだけでもやっぱちょっと感動があったりするので、なんか別に歩くことを目標にとかじゃなくても、なんか一回体験してみてなんか感じることっていうのはすごい大切だなって、改めて思いました。まあ、このつくばだけじゃなくて全国にもスタジオがあるので、まあ、そこは、概要欄に貼っておくのでぜひ見てみてください。私ももっと他のいろんな、スタジオにお邪魔してみたいなと思います。ではこんな感じで、
この動画がいいなと思っていただけたのであれば、いいねボタンとあとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。